帰宅しました。3連休初日は東京ステーションギャラリーでやっているバウハウス展を見に行ってきました。インテリアとか建築とかに興味があって見に行ってきたんですけど、すごく面白かったです。でその後友達の家に行ってご飯を作って、ご飯を食べてダラダラしてっていうような一日でした。3連休の中日はマジで何もしなくて、ずっと家に行って掃除とか洗濯とかをしていました。で今日は表参道に行ってお洋服見たり展示を見たりして、帰ってきました。で、いくつかまた洋服を買ってしまったので最後にご紹介して終われればと思います。一つ目は僕が最近行きまくってる表参道のあのジャイルっていう建物の地下にシボネとヘイができたんですけど、そのシボネの中にいくつかお洋服も置いてあって、そこで見つけたものになります。オーラリーのリネンのミントグリーンのシャツですね。こんな感じで、これセールにかかってて、で前々からオーラリーのリネンのシャツ欲しいなと思ってたんですけど、でプラス最近この間買った古着のグレーグリーンみたいなパンツがあるんですけど、それと合わせるのにちょっとミントグリーンのトップスが欲しいなとちょうど思ってた時で、で今日出会ってしまって買いました。で先週か、仕事がですねめちゃくちゃ忙しくって、もうわーっとなってたんですけど、無事乗り越えたので、その、まあ、ご褒美的な感じでですね買いました。ちょっと着てみます。さっき Vlog でもお見せしたんですけど、その後にあオーラリー可愛いなと思って、南青山かの方のオーラリーの旗艦店にも行ったんですけど、もう秋冬物ばっかりでちょっと春夏物がなかったので特に何も買わずこれだけ買ってきました。着るとこんな感じです。結構リネンなんでマスケはするんですけど、それが夏っぽくて可愛いなと思って、本当に最近狂ったようにシャツ買ってるんですけど、今年はすごいグリーンとかブルーとか爽やかな色がすごい気分なのと、あとこういうざっくりした羽織っぽいシャツを白 T の上に着るっていうのがマイブームかもしれません。これにグリーングレーみたいなスラックス合わせて同系色で合わせるやつとかをやりたいなと思ってます。次、原宿駅の前にできた新しいユニクロに初めて行ったんですけど、広くて面白かったです。何を買ったかっていうと JW アンダーソンとユニクロのコラボのものでまたシャツ買いました。本当に強靭としか言いようがないくらいシャツ買ってるんですけど、これは何が前のと違うかっていうと、オックスフォードシャツみたいなじゃなくて、もうちょっとこうサラッとしてる EFC ブロードオーバーサイズシャツ、長袖のホワイトです。コットン 100% ですね。でこれも例によって大きく着たかったので XL サイズを買いました。着てみます。それは結構もう僕こういうの1回ザクッと折ってくるって待ってる感じ、こういう白いT に白いシャツを重ねるっていうのが最近僕の中で来てます。で最後またやってるんですけど、前の Vlog でご紹介したオーバーサイズ T シャツ、エアリズムのやつですね。これの白を汚してしまいまして、でこれオーバーユニクロのやつじゃないんですけど、さっき見せたように今日コーヒーこぼしてすぐ洗ったんですけど、新しく白 T を2枚同じやつですね買い足しました。サイズは S サイズです。僕ね本当に今年28になるんですけど、アホみたいに物をこぼすんです。なんでもう白 T は消耗品だと思って、もう安いのを毎年買い替えるっていう感じの買い方をしております。そんな感じで今日の Vlog は終わりです。もうちょっといろいろ夏物も揃ったので、そろそろ1週間コーデじゃないんですけど、そのファッション系の Vlog じゃないやつをちょっとそろそろ撮りたいなと思っていて、来週とかに撮影をして、まあ、再来週に出すとかっていう感じですかね、で考えているので、ぜひお楽しみにしていてください。 So that was pretty much for today and thank you so much for watching and see you guys in my next video. Bye.